島津家が誇る最強の暴君。島津忠常。優れた内政で島津家を安定させるも、騙し討ちや妻への仕打ちが鬼畜すぎて、功績よりも悪行が目立っちゃうドキュン。後に家久と名乗るが、おじも家久だったため、ネット民からは悪い方の家久、略して悪久と呼ばれるほどの下道だった。島津家大好きなわい、戦国ドキュン四天王、島津忠常を語るで。悪久くんね。優秀だけど、ドキュンすぎて再評価されないよな。次元竜を見出したのは偉い。ちな、次元竜の階層に切りかかって、怒られそうになる。戦国時代の末期、島津家に一人の鬼畜が生まれる。わいは島津忠常。閣下は鬼島津こと島津義弘や。わいが三男だからって、なめんなよくそざ子供。幼い時から性格の悪さはピカイチだった。この時長男は幼くして高い。しかし次男が優秀だったので、三男の忠常は周りから放置プレイだった。それをいいことに、本人も悪い意味で伸び伸びと育つ。家のことは兄ちゃんに任せて、ワイは遊んで暮らすんや。蹴鞠と酒、女に溺れるダメ人間へと成長した。今で言うと、ニートで、昼はサッカー、夜はキャバクラで、酒飲みまくりな感じか。それに引き換え、立派に育った兄、ヒサヤスは、島津家当主、ヨシヒサの娘、カメジュと結婚。ヨシヒサおじには、娘しかいなかったので、ヒサヤスが婿入りして、島津家の後継者になった。うわ、兄貴の嫁ブサイクやん。あれと結婚とか、ワイ絶対無理だわ。特大ブーメランを投げる、忠常。ここで、運命のいたずらが起きる。ヨシヒロパッパと兄、ヒサヤスが文禄の駅に出陣すると、ヒサヤスが朝鮮で病死、島津家は誰を後継者にするかで大騒ぎ、そこに豊臣秀吉が首を突っ込んでくる。後継者は、忠常くんがいいと思うな。え、あれはダメ人間なので。忠常くんがいいと思うな。あ、はい。事実上の命令で、忠常が後継者となった。ただし、後継者となるには、当主、ヨシヒサおじの血を引く、亀樹と結婚しなければならなかった。おいおいおい。ブサイクで、ババアで。しかも、兄貴の中古と結婚ってマジかよ。可愛い嫁と、エロいことしたい人生だった。特大ブーメラン、帰ってきた。綺麗な伏線回収。結婚はしたものの、夫婦仲は最悪だったという。その後、忠常はヨシヒロパッパと、慶長の駅に出陣。四川の戦いでは、朝鮮民の連合軍20万に囲まれるものの、島津軍はわずか5000の兵で撃破。ワイにも島津の血が流れてるんやで。忠常も島津バーサーカー兵を率いて暴れ回り、1万以上の死球を挙げたという。キルレヤバすぎる。戦闘狂の血はしっかり受け継がれとる。ただし、後継者になって、忠常の性格が治ったわけではなく、戦場でストレス溜まるわ、蹴鞠してえな。よし、お前ら、蹴鞠場を作れ。え、ここ陣中ですけど。うるせえな、早く作れボケ。進軍する先々で、蹴鞠場を作らせまくった。しかも、いつも到着して、すぐ作らせている。蹴鞠場がないと、死んじゃう病気かな。陣の中に、茶の座敷も作らせてる。忠常のわがままがひどすぎて、兵が逃亡したという記録もある。慶長の駅は、秀吉が亡くなったことで撤退。忠常は、朝鮮から帰ると、正式に島津本家の家督を相続した。よし、これからは心を入れ替えて、当主として頑張ろう。これをきっかけに、忠常は蹴鞠や酒、女に溺れるダメ人間から、悪知恵が働くドキュンへと生まれ変わる。そして、鬼畜っぷりが加速するのだった。まずは島津家の筆頭家老、伊集院忠宗を、京都の島津邸にご招待。よく来たな、とりあえずしんどけや。忠常様、何をなさる。てめえ、ワイが当主になるの反対したろ。私に何かあったら、豊臣家が黙っておりませぬぞ。秀吉は死んだんじゃボケ。てめえも死にさらせ、ラッシュ。じゃあ。サクッと斬殺。当時、伊集院忠宗は豊臣家との交渉役で、秀吉に気に入られて権力を拡大。島津家の家臣なのに、秀吉の意向を優先する内政をしていた。一説には、忠常の毒殺や、島津家からの独立も計画していたという。家中でもヘイトが溜まってたから残党。邪魔なじじいがいなくなって、すっきりしたぜ。しかし、この事件が、島津家最大の内乱へと発展する。伊集院忠宗の息子、忠真は、父が暗殺されてぶち切れ。忠常、許さんぞ。忠真は、漁場で兵をあげると、
徹底抗戦の構えを見せた。よし、この機会に伊集院家を滅ぼしたろ。ここまでは、忠常の思い通り。すぐさま3万の兵を率いて、鎮圧に乗り出す。しかし、忠真の城は、12の途上に守られていて、城を落とすことはできなかった。当時の伊集院家は、ちょっとした大名くらいの軍事力があったからな。困った時は、鬼島津を召喚や。義弘パッパも出陣するが、それでも城は落ちず。むしろ、島津川の被害の方が大きくなる始末。しょうがないので、徳川家康に調停してもらって。降伏すれば、今まで通り飯か帰るで。という条件で降伏させて、反乱は鎮圧された。こうして内乱が終わったと思ったら、今度は関ヶ原の戦いが勃発。ここでも想定外のことが起きる。家康に近づきつつあった島津家は、援軍要請を受けて、義弘パッパが千の軍勢を率いて出陣。鳥居元忠がいる伏見城に駆けつける。援軍に来たでー。いやいや、家康様から聞いてないから帰って。城に入れてもらえなかった。ここで入城できてたら、歴史が変わったろうな。鳥居元忠は全滅覚悟だったから、島津軍を入れて死なせたくなかった説を押す。そうこうしていると、義弘パッパは、西軍4万に囲まれてしまったので、やむなく西軍として参戦することに。西軍に味方するから、援軍送ってくれメンス。義弘パッパは、島津家に要請するが。予定と違うやん、本当マジでありえねえし。援軍なんて、絶対に送らねえから。義弘パッパのお願いを、ガン無視。そもそも、乱を起こした伊集院家や、それをこっそり支援する、加藤清正、伊藤助武が近くにいたので、警戒を解くわけにはいかず、兵を送る余裕など、なかったのである。しかし、義弘パッパには、人望があったので、島津と吉原、バーサーカー仙人が、義弘様、今行くんおぉ。勝手に援軍に向かってしまったのである。父を亡くしたと豊久を、義弘は実の子のように可愛がってた、そりゃ豊久は行くわな。実の父だけど、見捨てちゃう忠常、この差は。そして、関ヶ原の戦いでは、敵中突破をして、義弘パッパが、奇跡の生還。ち、このクソ親父。やっぱり家康につくのが、正解じゃんよ。言い訳、どうすんだっつうの。文句を言おうとしたが、弟よ、ごめんな、援軍送ってやれなくて。いいんだ兄貴。俺こそ勝手なことして悪かったよ。前頭主、義久おじと、義弘パッパが、美しい兄弟愛を領域展開。まだまだ権力がある二人を相手に、文句を言えなかった。一方、家康は、関ヶ原で敵対した島津家に、激怒。一時は、島津討伐が計画されるが、九州のクソ田舎に、かまってられんわ。国内が不安定な状態で、島津と争っても、家康に旨味はなく、和平交渉が行われることに。ここで忠常は、ドキュンらしい交渉力を発揮する。家康は、交渉相手に、前頭主、義久おじを指名するが、行きたくないわ。領地が減らされないように、忠常が交渉してきて。ワイに任せとき。忠常は家康に会うと、ごねまくった。なんで関ヶ原で、敵方についたの？いやー、ワイもびっくりですわ。だって、島津家は家康様に味方しようって決まってたんです。それなのに、うちのバカ親父が、勝手に、それはもう勝手に、西軍に味方するとか、ほざいたんですわ。でも、西軍に味方したのは事実だよね。そうなんすけどね。でも、そもそも親父を城に入れなかった鳥居元忠さんにも、問題があったと思わないっすか？だって、入城できてたら、そのまま家康様の味方として戦えたんですもん。それに、島津家としては、援軍を一人も出してないんですわ。島津と義久とかは、勝手に出て行ったけど、あれは、有志の集まりで、島津家とは、1ミリも関係ないっす。ふぃ、でも、東軍と戦ったよね？いやいやいや、うちは最後まで、動かなかったっすよ。最後に、静かに退却しようとしたら、いいなおまささんとかが、襲いかかってきたんで、しょうがなく、正当防衛って感じで戦っただけです。静かに退却、かっこ前に。ほい。それで？島津家としては、徳川家をガチ押し。徳川最高、徳川ラブっす。あと、うちのバカ親父は、反省させるために、失去させてます。各方面に、責任をなすりつける調理論で、2年間も言い訳をし続けた。さすがにげんなりした家康は、疲れたから、もういいよ。島津家の領地は、今のままね。マジっすか、ありがとうございます。さすが家康様、バネっす。いきなり、ペコペコこびつつ、貢ぎ物を送りまくって、標準の意を示した。
ちなみに、西軍に味方して領地が減らされなかったのは、島津家のみである。ここら辺で忠常は、家康から一文字もらって、家久って名乗ってる。忠常は、家康をバックにつけて、義久叔父と義弘パッパの権力に対抗しようとしたんや。家康的にも、忠常を通じて、島津家を味方に引き入れられるから、利害が一致したんだろうな。ほっと安心した忠常は、同行していた伊集院忠真を鷹狩りに誘う。なあ、鷹狩りに行こうぜ。忠常様は、私を許す気になったのか。周りも、内乱を起こした忠真を、本格的に許すのだと思った。しかし、いざ鷹狩りに行くと。おい、目の前に、でかい獲物がいるから撃て。ちょ、なんで私に銃を向けるのですか？てめえ、内乱が終わった後も、仇討ちするから味方になって、という手紙を送って、謀反を企んでたろ。許さんぞボケカス、撃て。じゃあ。いやあ、うっかり誤射しちゃったよ。これは悲しい事故だね。対外的には、誤射として片付けられた。また、同じ日に、忠真の母と弟3人も暗殺され、伊集院家は滅亡。やっとすっきりしたぜ。領地も減らされず、反乱分子も始末した忠常は、今度は内政に力を注ごうとする。しかし、もともと作物が育ちづらい土地に加えて、二度の朝鮮出兵で財政はガタガタ。あかん、金がなさすぎるわ、せや。奄美大島とか琉球を領地にするんを。そして、思いがけないチャンスが巡ってくる。琉球の船が難破して、仙台に流れ着いた。家康と島津家は、船員を手厚く琉球まで送り届けたが、琉球王朝からは、お礼の手紙すらなくガン無視。おいこら琉球、お礼くらい言いに来いや。それでも琉球は、ガン無視。来たあ、これはチャンスや。おい琉球、家康様に対して、その無礼な態度はなんだ。言いがかりをつけて、琉球出兵を行った。この結果、奄美大島は、島津家の領地となり、琉球からも、年貢を取る権利を得て、実質的に支配した。ちなみに、琉球出兵の時に、略奪は禁止や。もちろん、住民を連れ去って、売るのもダメ。相手が降伏したら、殺さずに応じろよ。忠常は珍しく、いい人っぽいことを言っているが、実は違う。島津軍の略奪は、えげつなくて、略奪を許すと、琉球が廃墟になって、年貢を取れなくなるから、禁止しただけだった。島津軍は、持ち帰れる限界まで略奪した後、勝手に兵が帰っちゃって、軍が崩壊したことがあるからな。こうして、奄美大島や琉球の年貢、明との貿易で富を得ながら、忠常は内政に力を注いで、幕末の雄となる、薩摩藩の土台を作ったのだった。ただし、忠常には、まだ問題が残されていた。後継者問題である。わい、婿養子だから、権力弱いんだよな。権力を盤石にするためには、後継者が必要だった。しかし、妻、亀寿との夫婦関係は、冷め切っていて、もちろん、子供はなし。側室を置こうと思っても、島津家は伝統的に、一夫一妻で、基本的に側室は NG。しかも、忠常は、婿養子であることに加えて、うん、亀寿だと、不満なのかね？うちの亀寿は、世界で一番可愛いだろ？娘大好き、義久叔父が、目を光らせていて、忠常は、側室を持ちたくても、持てなかった。後継者を、作らなあかんけど、亀寿とは、絶対に子作りしたくないわ、せや。忠常は、家康に会った時に、とんでもないことを言い出す。秀忠様のお子さんを、養子にください。なんで？わいには、子供がいないんですが、うちの妻は、ババアで、立つ者も、立ちませぬ。このままだと、島津家ピンチなんです。なので、ぜひ秀忠様の子を、養子にください。秀忠の子は、将軍家の後取りだから無理だよ。それよりも忠常くん。若いんだから、側室持てば？今なんと、おっしゃいました？だから、若いんだから、側室持てばいいじゃん。おっしゃる通りですね。その言葉を待ってた。側室 OK の現地、取ったどう？忠常は、養子が欲しいのではなくて、側室 OK のお墨付きを、家康から引き出したかったのだ。ほんと悪知恵が働くよな。ただし、この時は、まだ義久叔父の権力が健在で、すぐに、側室を持つことはしなかった。しかし、この後、義久叔父が他界。キャッハー、Y の時代、来たー。忠常は、早速一人目の側室を、亀寿に合わせた。その側室は、義久叔父のひ孫で。この側室との子供が生まれれば、義久叔父の血も受け継がれていいんじゃね？そうですね。生まれた子を後継者にすることに賛成します。亀寿は、前当主の娘として、
後継者の指名権を持っており、忠常にとって反対勢力から後継者を選ばれると厄介だったのだ。よしよしよし。ここからはずっと Y のターン。忠常は亀樹を他の城に追放して別居すると。側室は一人も八人も変わらないよね。側室を八人まで増やした。この時、忠常は38歳だが、今まで我慢した分、勢力は底なし。若い女の子と、エロいことしまくるでー。なんと生涯で、33人の子供を残している。絶倫すぎわろた。こうして生まれた子供たちは、重心の養子や子供の嫁として押し付けまくっていく。時には、既婚者を離婚させて、娘と強引に結婚させたが、文句あるかな？周りは忠常を恐れ、口を閉じて従った。この結果、重心の親族には、忠常の孫がいる状態が出来上がって、権力は盤石となった。それまでは、吉久おじ、吉弘パッパ、忠常、それぞれの派閥があって、島津家はぎくしゃくしていたのだが、忠常が強引に一つにまとめ上げた。この功績は大きく、島津家の安定に貢献している。忠常を投資から引きずり下ろそうぜ。中には従わない家臣もいたが、はい、お前らギルティ。ギャー。そんな奴は暗殺や撲滅しちゃうなど、手段を選ばないところに、忠常らしさが出ている。一方、妻、亀樹への仕打ちも鬼畜で、別居してからは、仕送りをカットして放置。亀樹は、ろうそくを買うのも、ままならないほどの、極貧生活に追い込まれる。この他にも、子に恵まれなかった亀樹に、子供生まれたよ、どや。子供が生まれるたびに報告して、メンタルにも、追い打ちをかける。ひどすぎて、さすがに引くわ。後に亀樹が亡くなった時には、亀樹死んだの？それじゃ、ここで一句。あたしよの、雲隠れ行く、神奈月。シクルル袖の、いつ針もかな。亀樹が死んじゃった。悲しくて、袖が濡れちゃうほど泣いてます。というのは、嘘に決まってんだろ。グーチクな若を、亀樹の次女に届けている。さらに、死後も亀樹の墓を建てないで、遺骨は城に放置。後に、墓がないことを知った、次の当主が、慌てて建てたという。歴代当主の墓の隣には、正室の墓があるのに、忠常と亀樹の墓だけは、隣り合ってない。絶対に一緒にいたくないという、強い意志。ちなみに、薩摩の剣術、次元流が、有名になるきっかけを作ったのも、忠常である。なんか、次元流っていうのが、強いらしいじゃん。Y のお抱えの大社流と、どっちが強いか、勝負させようぜ。次元流の階層、統合注意を呼び出すと、大社流の師範と立ち合わせた。ジェストー。注意は一撃で相手の木刀をへし折って圧勝。この結果に、忠常はブチギレ。次は、Y と立ち合おうや。試合後で、刀も木刀も手元にない丸腰の注意に、真剣で切りかかる忠常。さすが、島津最強のドキュンである。注意は、とっさに腰に刺していたセンスで、忠常の左手を打って、刀をかわした。次元流、すげえじゃん。よし、島津家の剣術師範にしちゃう。こうして次元流は栄えて、幕末に猛威を振るうのである。この時のセンス、今も統合家が保管してるらしいで。本日はここまで。他にも、島津忠常の逸話を知っている人がいたら、ぜひコメントしてね。最後までご視聴ありがとうございました。